アラまさん、そこちちで、ズコです。それでは今回なんですけども、D ポイントが先着でもらえる、ファインペインオンライン決済可能に、メルペイ初めての方限定のお得なキャンペーンということで、今回大きく3つ、D ポイント、ファインペイン、メルペイに関する情報について、サクッとお伝えしていこうと思います。ということで、まずは D ポイントとサンマルクカフェのキャンペーンですね。全員にアプリ、クーポン、プレゼント、さらに、先着2万名様に D ポイント100ポイントプレゼントということですね。このキャンペーンはすでに始まっていまして、11月の30日までとなっています。 で、このキャンペーンがどんなものかと言いますと、まあ、サンマルクカフェ専用のアプリがあるので、それと紐付けることで、全員にお会計10%オフのクーポンがもらえます。 ちなみにすでに紐付けしてる方は対象外となりますのでお気を付けください。そして先ほどの D ポイント100ポイントが先着2万名様にもらえるキャンペーンなんですが、こちらに関しては特にエントリーは不要となってます。で、当選者の方には100ポイントがもらえて、それが当選の発表となります。で、D ポイントの申請自体は後日となるので、まあ、とりあえず30カフェのアプリをインストールして D ポイントと紐付けするだけなので、これ結構簡単ですね。で、実際僕も30カフェのアプリをインストールして早速 D ポイントと紐付けしてみました。まあ、3分くらいで でできるる作業なので、まあぜひですね、時間ある方は試してみてみください次はファインペイの話題ですね。まあ久しぶりのファインペイなんですけども、なんとタイトルでもお伝えしたんですが、あのファインペイでオンライン決済が可能になったんですよね。まあこれちょっと意外でした。今回オンライン決済が可能になったのは7社7つのサイトとなってます。アメーバコイン、ラクマ、メロートリル、グリー、キャンプファイア、ムビチキ、ブックウォーカーということですね。まあそれぞれ対応する日程っていうのはバラバラですので、ここは公式ページをご確認ください。 このファインペイでオンライン決済することのメリットなんですが、これはもう公式ページから引っ張ってきました。一つ目は、クレジットカード不要でファミリーマートのレジで現金をチャージしてネットのお店で使えるということ。で、二つ目は、決済200円ごとに1円相当のファインペイボーナスを還元されるということ。そして三つ目は、ショッピングサイトでキャンセルした場合、即時にファインペイ残高に返金されるということでしたので、まあどちらかというと、ファミリーマートかつ、ファインペイのヘビーユーザーの方であれば嬉しいニュースなのかなと思います。ちなみにファインペイに関する情報なんですけども、こちらもありました。11月の 1日より公共料金そして各種料金の一部がファインペイ払いができなくなりますということですね払い込み票の番号の括弧91に続く6桁が次のものですね一つ目は908167そして2番目の548691この2つそして販売代金税金保険料家賃など一部がファインペイで支払うことができなくなりましたまあ僕もファインペイのサービスが始まった時にキャンペーン中はちょっとした保険などでまあ支払っていたことはあったんですがこれに関してはちょっと注意が必要ですねまあとより これまでかなり幅広くファインペイで支払えてたのがある意味すごいなというふうに思いました。 そして最後はメルペイの話題ですね。メルペイスマート払いでゲット1000円分もらえるキャンペーンということですね。このキャンペーンの期間は本日11月の7日から始まっていまして、なんと終了日時が未定となってます。まあ終了する際は事前にお知らせがあるということですね。まあこのキャンペーンがどんなものか簡潔にお伝えすると、メルペイにはスマート払いという後払いのサービスがあるんですが、それを使ってバーコード決済なら1円以上、ID 決済なら11円以上で支払った翌日にメルペイの1000ポイントがもらえるというキャンペーン となってますこちらのキャンペーンの対象者の方なんですけども、メルペイのスマート払い、先ほどお伝えした後払いなんですけども、これを初めて利用される方が対象となります。まあ、なので、このキャンペーンの開始以前に、メルペイのスマート払い、まあ、後払いですね、これを設定している方は対象外となりますのでお気をつけください。 このキャンペーンの注意点なんですけども、メルカリでの購入やスイカでのチャージはポイント付与の対象外、そして付与されるポイントの有効期限は付与されてからの翌1 0日間となっていますので、ここは注意が必要ですね。ちなみに昨日動画でもお伝えしたメルペのキャンペーン、ススメルペのキャンペーンとメルカリの登録と組み合わせて使ったら実質2300ポイントがもらえるので、初めてメルペを使われる方からするとめちゃくちゃお得ですね。なのでぜひ組み合わせて使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。そんなんなで今回は D ポイントとサンマルクカフェ キャンンンンンペペーーででオンライイ決済がが可能そそしててメルペのスマトト払いい1000ポイントがもらええるれれぞれお伝えさせていただきました、まあ、このメルペのスマート払いについては後払いの仕組みとなるので、若干抵抗がある方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、人によっては限度額が変わるんですけども、チャージする手間も省けたりするので、かなりスマートに計画的に使えるのかなというふうに思います。一応下の概要欄に今回お伝えしたキャンペーンのリンク、そして昨日のメルペのキャンペーンの動画のリンクも貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで、本日の動画は 以上ですご視聴どうもありがとうございました。